はい、どうぞ。はい、質問いただいておりましてありがとうございます。ですね、ノイズの件ですね、魚探のノイズがですね乗ってないんだけど何か対策してますかということでいただいておりますけれども、ありがとうございます。僕の場合ですね、ノイズ対策特に自分でこういった設定をしているということはありません。はい、ただ偶然ですね、ホンデックスもフルノも、ローランスがちょっとだけ乗る時があるかな。ただ あまりいい音波干渉せずに使えてます。はい、まあ、船によってはですね、どうしても音波干渉する場合も当然ありますので、まあ、ちょっと一概に僕が何もしてなくて音波干渉してないよっていうのが皆さんに当てはまるかっていうとちょっと分かんないです。はい、ただ何かね対策してたらこれがいいですよって言えるんですけど、ちょっとごめんなさい、僕何もやってないのでちょっとお答えすることが難しく、すいません。はい、質問いただいてました。また別の質問ですね。トイレ、あれを結構強引に施工してたのでバランス大丈夫ですかみたいなコメントだったんですけど、ありがとうございます。まあ船も非常に大きい船、37フィートっていうものですし、復元力の範囲内であれ、復元力の範囲内ですので、トイレあれ1個を偽装するだけではですね、そんなにバランス崩れないです。はい、で他の方もコメントいただいてますようにで、傾くんだったら積み荷をですねシフトしたらいいですよって書いてあるんですけれども、はい、例えば偽装品トイレこっち側につけちゃったら、じゃあ別の重たい偽装品をこっち側につけようとかですね、そういったバランスでなんとかなります。まあ、そもそもトイレ結構軽いんで、側まで入れてもですね本当に十数キロぐらいしか変わんないです。はい、ですので、まあ、人間一人より全然軽いものを偽装してるし、どちらかというと船体の幅中心側にありますんで、あれくらいではバランスは崩れてなかったです。はい、なので非常に軽快に走ってくれました。で、もし皆さん傾いてる場合ですね、他の方がおっしゃってる通り偽装品で重量があるものをこう左右にうまくバランスしてあげると走りが良くなるかなと思います。はい、まあ、ちょっとごめんなさい、回答にならない回答だったかもしれないんですけど、この場合はそういうことでした。はい、現場からは以上です。はい。